こんにちは。床屋に行ってインチキ臭い、なんかねリーゼントみたいになってきました。これなんかね、昭和の時代にこういうヘアスタイルありましたよね。昭和の床屋なんでしょうがないですね。で、やっぱりね、人生には負けちゃいけない勝負っていうのがたまにあるんですよね。で、負けてもどうってことない時には手を抜いてもいいと思うんですよ。でここは勝っとこうかっていうところでは、どんなことをしてもやっぱり這い上がらないとね。ここら辺で逆転ホームラン打たないと次はもっときついぞと思うようなポイントがあると思うんですよ。例えば40代とかでね、その時はなりふり構わずやっていかなくちゃいけない。もちろん人に迷惑をかけたりとか騙したりとかインチキをしろってことではないですけども、なんか全身全霊をかけてね、今日だけは、この1回だけはなんとか乗り越えにはいけんっていうふうに思える勝負があるんじゃないかなと思うんですよ。要するに手を抜き続けても、ここは踏ん張らないとっていうところで踏ん張れるかどうか、逆に言うと手を抜けるときにはきちんと抜いておくことかなと思うんですけどね。どうですかね。まあ、男の人生勝負の連続です。100戦100勝というわけにいかないんですよ。勝つときもあれば負けるときもある。でも負けちゃいけないときには負けちゃいけないですよね。まあ、それが私のインターネットビジネスの始まりだったんじゃないかなと思います。あそこで勝ったから今日につながってるし、あそこで勝っていなかったら多分今日にはつながってないですね。私が今目の前にあるもの、メールボックスにあるメール、全部なかったでしょうね。パラレルワールドですよね。パッ、いってらっしゃい。